きチャンネルよっ、こんにちは。さて、今日はまたランキング企画ということで、そうですね、はい、豊さんが、はい、走塁の話してたんで、はい、それを見て、おじゃあアイデア思いついてこうやろうっていう。佐藤さん超アイディアマンなんですよね。いや、なんかぼーっと見てたら思いつくんですよ、はい、おっちょっと、はい、じゃあいきます。今日のランキングは危険度マックスランナー、これ出したら嫌よベスト5。危険度マックスランナーってことは、佐藤さんがキャッチャーで、僕が現役時代に、はい、もうこいつがランナーかもうめんどくせえなーって思ったベスト5です。もうだから盗塁されそうだなって、ね、そうそうそう、足気になるなーとか、もうこいつだから、要はキャッチャーとしては、はい、バッターを意識しなきゃいけないのに、はい、もうランナーめっちゃ意識になるわっていう危険度マックスです。はい、こいつはもうランナー出したくない、危険度マックスベスト5です。おお、よし、はい、楽しみ、めちゃめちゃ聞きたいです。これは僕は知ってるんですけど、はい、やっぱ僕の現役時代も入ってるんで、はい、袴田さんも知らない人がショットしたって出てくるかもわかんないじゃないですか、はい、だから正確に伝えるために、はい、ウィキで調べます。あ、データちゃんと、はい、その方が僕は分かってるんですけど、まあ、袴田さんもそうですけど、皆さんもね、はい、ひょっとしたらそこまで知らないよとかね、はい、あ、そうなんやとかっていう人が出てくるかもわかんないし、はい、でそういう人がどんな功績を残したのかも、はい、やっぱり知ってもらいたいじゃないですか、はい、調べて見ながら喋ります。はい、わ、はい、かりました、はい、じゃあ早速第5位から、はい、第5位、はい、でるじゃん、福地和博選手です。お、福地選手、はい、福地選手はですね、はい、まあ一番最初は広島カープに入って、はい、で2006年から西武に来て、はい、で最後はヤクルトで、うん、今ヤクルトのコーチ、はあ、そうなんですね、されてるんですけど、はい、足くそ速いです。へえ広島の時は主にダイソーとか、はい、守備固めとか、うんうん、そういうので使われてたんですけど、はい、西武に来てからは出場試合数も増やして、はい、スターティングラインナップで出るようになって、うん、でヤクルトに行ってだから盗塁王も取ってるんですよ、2年連続ヤクルトで2008年2009年、42個、本当だ。めっちゃ足速いです。そのめっちゃ足速いって、でも野球選手足速い人もめちゃくちゃいるじゃないですか。いやいや、僕の中では、はい、SAB ランクに分かれるんですよ、はい、であと C 以下、はい、もう S はだから今日挙げる人は全員 S です。もうスーパーだから足速い人いますよ、はい。その時のヤクルトって言ったら、はい、まあ飯原とかも足速かったし、はい、まあ青木とかも速かったし、盗塁するんだったらいましたけど、やっぱ福士さんに比べたら、うん、させるもんね。別にいや僕はね、はい、別に嫌じゃないですよ、うん、はいはい、走ってもいいですよみたいな、はい、はい、何でも、はい、何でもさせますみたいな、ね、はい、クイックだけしてくださいねみたいな感じですけど、はい、福士さんは、はい、まあ、だから今日挙げる人たちは、はい、こっちが完璧にしないとアウトにできないっていう、ああ、なるほど、余裕がないっていうぐらいのランナーっていう、それぐらい福士さんストライドも大きいし、スライディングも速いし、よく 50m が 5.9 秒とか 6.0 ってあるじゃないですか。嘘ね、まあすみません、まあ嘘だとも言ってるんですけど、記録もそう 0.1 秒でもやっぱ盗塁させるさせないって大きいです。はい、大きさだってキャッチャーは 1.95 秒以内でセカンド投げなきゃいけないんですよ。だから速いランナーっていうのは、はい、スタートからセカンドベースにスライディングでタッチするまで 3.2 秒って言われてるんですよ、はい、でもこの 3.2 秒を、要は用意ドンってなったら 3.2 ですけど、はい、用意ドンとは野球にならないじゃないですか、はい、クイックだから、はい、だからそれはそのモーションを盗まれたら、はい、3.2 が 3.1 にも 3.0 にもなるわけですよね、盗まれたら。逆にクイックでスタート切れなかったら、はい、その 3.2 が 3.3 秒、3.4 秒になる。だからこのクイックとかモーション盗まれないことが大事なんですよね、はい、なぜならフライングされちゃうから、うんうん、でそれが、まあ、認められてますからね、はい、でキャッチャーは取ってからセカンドが取るまで 1.95 秒以内なんですよ、はい、でそれは何でかっていうと、ソードームの回 1.8 秒台に投げれるよとか、はい、なんでアマチュアでも 1.8 秒台に投げれるよっていう人いるんですけど、はい、いや僕が言ってるのは、はい、どこに来てもです、ワンバンでも、はい、インコース構えててアウトコースこう来ても、はい、逆にこう来ても、うん、どんなとこ来ても、はい、必ず 1.95 秒以内で投げなきゃいけないっていう、はい、それは僕らだって、うん、でその投げやすいところポーンってきたら 1.8 秒台って楽勝で投げれるんですよ、はい、でも常にここに来るわけじゃないですか、はい、こんな日にめっちゃ難しいところ来る、遅い球、速い球、フォークもある、どんなボールでも 1.95 秒以内に投げなきゃいけないんですよね、はい、でそうなってくると 3.2 で計算するとクイックは 1.25 秒以内じゃないとダメなんですよ、はい、そうですね、だからピッチャーのクイックっていうのは 1.25 秒以内に投げなきゃいけないってわけです、はい、でこれに 1.25 秒以内じゃあ 1.2 で投げたとしても、はい、0.5 速いじゃないですか、はい、でもこっちが 0.5 速くスタート切ってたら、はい、相殺されるわけですよ、はあ、そっか、はいはい、だから盗まれちゃダメなんですよ、はい、モーションを、はい、でもしそれで盗まれないで 1.2 秒で投げてくれたらこっちには 0.05、はい、アドバンテージができるから、はい、難しいとこでも2秒でもアウトにできますよとかね、はいうんなるんで、そこの協力が大事なんですよ。でも速いランナーは 3.2 秒なんで、はい、でこれが 3.3、3.4 になってくると、はい、バッテリー余裕が生まれますよね、はい、そうなるとアウトになる可能性も高い。でもこの 1.25 と 1.95 にもう一つタイムがあるんですよ、二遊間のタッチの、もうこの 1.25 と 1.95 はイコール 3.2 じゃないですか、はい、このアウトはドン、ここに下げてドン、飛車でアウト、そうですね、はい、だからちょっとでも上だったらセーフです、はい、タッチにコンマ1秒かかるんで、はい、そっか、だからこのタッチもいるんで、そのスピード投げてもここだった場合、ここからのひょっとしたら 0.1 秒がいるかもわかんないんで、うんはい、そうなると 3.3 になるわけですよ、うん、セーフです、そっか、だからこのタッチも大事なんですよ、このタッチの速さも大事なんですよ、二遊間の、うん速さが 0.01 秒速くしてくれたらアウトになる可能性もあるし、はい、っていうのが、まあ、みんなの協力作業なんですよ、はい、でもその速い人は 3.2 でいくんで、はい、だからみんなが難しくなるんですよ。でやっぱ足の速さってその 0.1 秒でも本当に違うもんなんですね。0.01 でも違うんですよ。うわそうなんだ、そんな違うんだ、はい、これで5位なんですね。これで5位です、はい、レベル高いです。やばい、1位めっちゃ気になるな、はい、誰だろう。はい、第4位、はい、第4位、じゃか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 じゃんじゃん、赤星典弘選手です。おー、赤堀選手、はいはい、あれ4位低くないかってみんな思ってるかもしれないです。いやでもここでレッドスターズから、はい、だって赤星盗塁通算381個、3年連続60盗塁ですからね。へえ、60盗塁3年連続してるんだ。本当すごい。だから新人から1234、新人から5年連続盗塁をする。でちなみにセ・リーグ記録です、5年連続。そうなんですね。ちなみに日本記録は福本さんの13年連続ですすごい、はい、やばいですねそれは。でも赤星がなんで4位かっていうと、はい、盗塁されたことほぼないんですよ。へー、対戦してないんで、はい、交流戦とか福士さんまで西武にいたんで、はい、対戦してましたけど、はい、やっぱりパ・リーグにいた選手の方が、うん、対戦してるんで、はい、やっぱそこリアルじゃないですか、はい、で赤星はほぼ対戦、ほぼ盗塁されたかもしれないですけど、はい、そんな試合しないんで、うん、そこまでの緊張感がないんですけど、その2005年日本シリーズした時に、はい、僕はもう赤星だけが徹底マークだったんですよ。赤星だけはランナー出したくないんですよ、はい、出したら走ってくるし、めちゃくちゃ気使うし、足も速いし、そこの他のバッターに注意力を下ろすとかになるから、うん、赤星だけは出したくないと思ってたんで、はい、やっぱこの熱量ってすごいと思って、対戦もしてないのに、はい、その僕の危機感を高めるってすごいと思う。だから、まあ、これで1位って言ったらちょっと妄想と想像が激しすぎるじゃないですか。だからまあ4位ぐらいになってるんですけど、だから逆にセ・リーグの星だったら1位になってるかもわからないですね。僕は対戦経験が少ないのと、あんまり走られてないから4位になっちゃうけど、いやそれやっぱ見て、甲子園の土のグラウンドで盗塁王はすごいですよ。やっぱりやっぱ走りにくいもんなんですか。ダートですから、砂の上走ってんのと芝の上走ってんの、滑り具合も全然違うんで、だから僕もね、これから名上げる選手にしても、やっぱりその地方球場とか土のグラウンド行くと進むの遅いですもんね、見るからに。球場でそんなに違うんですね。全然違うです。でも人工芝は速いんですよね、ちゃんと引っかかるし、そうなってくると、その中で甲子園の土のグラウンドで盗塁王を5年連続、しかも60盗塁を3年連続は、はい、これは尋常じゃないです。じゃあ人工芝の球場がホームだったらもっと70とかいってたかもわかんないです。平成で言ったらもうトップクラスです。もうセ・リーグナンバーワンじゃないですか。はい、赤星。セ・リーグ記録も持ってたわけですよね。そう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 。日本シリーズもめちゃくちゃ赤星出さないようにってしたのに、第一戦1打席目フォアボールで荒かす。何しとんねんっていう。なおさん何しとんねんっていう。フォアボールってお前あかんってっつって。でその後盗塁されなくて、結果的に点取られなかったんで良かったですけど。やっぱめっちゃ気使いましたね、赤星は。4位は赤星選手ですね。すごいですよね、3位。スターって感じでしたね。そうですね。では、第3位。ダカ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 ダン。第3位、肘澤選手です。おお、あ、そうですか。盗塁も取ってますしね。肘澤早かったですね。肘澤は知ってるでしょ。さすがに。はい、知ってます。赤星選手も知ってますよね。はい。肘井さんは本当早かったですね。はい、かなり注意してたレベルですよね。はい。まあ楽天の盗塁といえばもう肘井沢選手っていうもう本当代名詞がついてるぐらい。そうですね。はい、だからたまにね、バッティングが大きいの狙って雑になるときは、はい、ありがたかったですけど。盗塁は1回ですかね。そうです。54でね。はい。だからちょっと長い期間レギュラーじゃないですからね、ちょっと短かったですから、総盗塁自体は197で、200到達しないですけど、54盗塁して盗塁王になってるんですけど、やっぱ足速かったです、肘井さん。そういうイメージありますね。リードとかにそんなにプレッシャーにならないんですよ、リードはそんな大きいわけでもないから、リードはそんな言うほどびっくりするぐらいうまくなかったのかなと思いますけど、足は速かったです、マジで。これから出てくる名前の選手もそうですけど、この足の速い選手たちは開幕戦とかでももし楽天だったら当たるわけじゃないですか。で、僕が絶対もう命かけてることがあって、そのシーズンの一発目の選手は絶対刺すっていう。盗塁されるのは一発目のシーズン始まって。その開幕戦かもわかんないし、2戦目3戦目かもわかんないですけど、シーズン初めに企画された盗塁は絶対刺さなきゃいけないっていう自分の中でハードノルマがあって、なるほど、そこをさせるかどうかが大事やっつって、でもほぼ刺してた毎年。あ、そうなんですか。されたし、もう僕も記憶が定かじゃないし、こんな性格だからいいのしか覚えてないんであれですけど、ほぼされてないと思うんですけど、もう一発目は絶対刺すっていう、やっぱりいいイメージを持たせよう。そう、それでも1年うならんじゃないですか。この一発でこれが刺せないようだったら舐められるっつって、この一発目を絶対刺すって命かけて、肘井さんもきっちり刺しましたけど。ではもういよいよ第2位ですね。第2位ですね。じゃあここからはですね、番外編あります。あ、番外編、もう20分しゃべってます。番外編いきますか。番外編もあった方がいいじゃないですか。はいはい。惜しくもランクインしなかった人も聞いたぐらいですから、そういうやつ。今回ですね、惜しくもランクインしなかったんですけど、いやこいつも本当嫌だったなと思うのが、楽天の内村です。あ、そうなんですね。内村も早かったですよ。あれでもだからレギュラーじゃなかったから結構小柄な選手ですよね。そう、1ヒッターでね、石川ミリオンスターズかなの独立リーグから多分プロ入ってきたと思うんですけど、多分そんな記録としては多分そんなそこまで盗塁でも100個、2011年とか31個とかしてるんで、楽天でね。だから内村も速かったです、足。だからダイソーとか出てきた時とかめっちゃ気遣いましたね。こういった、しかもリードも多かったしスタートも良かったんで、内村は気遣いましたね。あとはね、ソフトバンクのだからここで出てくるってことは1位2位に入んないってことですから、ムネリンですよね。川崎選手、ムネリンが楽しかったですね。打席に入って、さっさんムネリン大体1番だったので、さっさん今日もお願いします、およろしくねって言って、さっさん塁出たらいっちゃいますからね、おおじゃあいいよ勝負やなっつって、いうのを、その勝負が盗塁の勝負が楽しかったですね。だから嫌やとかじゃなくて楽しかったです、純粋に。足はどうなんですか。で、速いですよ普通に。だからめっちゃ楽しかったっていうのはありますけど、まあ惜しくもランクインはされなかったですけど、でももうだって盗塁王とか取ってますからね、ムネリンも。あともう一人います、番外編、荻野ですね、ロッテの。対戦することないじゃないですか。しないから入んないんですよ。あ、そっか。でも僕荻野、多分僕16年間プロで生活してきて、荻野が一番速い、多分足がですか。入団1年目のね、相手膝とか手術めっちゃしてるから今も速いけど、やっぱり遅くなってるのね。入ってきた時は見た時、ロッテでよかったと思った、これはさせんぞ、誰もさせなかったもん、はい、怪我するまで、うん、怪我するまでピッチダウンウエストして投げてるのに、はい、させてなかったもんね、うん、1回だけかな刺されたの、はい、もう20何個走って、多分盗塁は201個。いやー、こいつめちゃくちゃ速い。だってショートゴロセーフになってましたからね。やばいなっつって。すごいですね。だからもう 100% 入れるのは僕が見た中では一番速いです。でも私の中でもオールドスタイルが一番似合う選手が荻野選手だと思ってます。福浦さんより安倍晋之助より安倍選手よりは荻野選手の方がただあれでしょ、筋肉質が好きなだけでしょ。わかりますいや、なんかこれ本当にこんなことちょっと言っていいのかわかんないですけど、私がその野球を見るようになって荻野選手のちょっとぴったりめにパンツがスタイルで、これ太ももの裏の筋肉めっちゃ綺麗じゃないかって私はもう目をつけたんです。カモシカカモシカ噂のあれは前田オコエ選手をカモシカのように走るって言いましたけど、もうオコエ選手は荻野選手ですもん。カモシカ、まさに荻野にします。荻野選手がカモシカにしますでも本当ね、だからもし敵だったら堂々ランクインに入ってきてるんですけど、やっぱ味方だったんで入ってこないっていうんですけど、大きいのは本当にやばかったです。へえ、じゃあ本当に他球団のキャッチャーは苦労してるわけですね。そうですね、はい。じゃあ2位ですね。はい、あ、じゃあもう2位いきますか。はい、もうだってアフタートークでね、どんだけだからどんだけいるんやっていうね。そうですね、今もうすぐ30分いく。では第2位はじゃん、片岡康之選手です。まあ西武ジャイアンツね。はい、いや安も速かったですね。しかもリードでかい。あ、そうなんだ。からリードプレッシャーも半端ない、で変える力もあるし、走る力もあるし、いや片岡も速かったな。足速いのにリードも大きかったらもうそれはなんかいかれるって感じしますもんね。5年連続盗塁王ですもんね。すごい、5年取ってるんですよ。59個してますから。すごい。通算が320盗片岡1番2番栗山とかも2番も気使うしみたいな、もう本当にみたいな。やすくんは早いしみたいな。やすくんって言ってるんですか。で、やすって言ってる。めっちゃだから片岡は本当スピードスターだったですね。はい。そうですね。私もそのイメージがやっぱありますね。スピードスターっていう。だからバッティングはね、雑な時があるんですよ。その時はありがたいです。絶対塁には出さない。簡単に初球引っ掛けてショートゴロとか打ってくれたらマジありがたいです。あと9番細川だったんですけど、もう2アウトで細川だったらもうわざと打たしてましたもん。え、なんでわざと打たせてホームランにならないように、わざとシングル打たせて、そしたら各駅停車だから細川は片岡が塁出ても別に走れないから止まるやん。ツーアウトとかだったら別にその後抑えればいいから、次の回片岡から始まるぐらいだったらわざと細川を塁に出して、で片岡をで打たれてもノープレッシャーで、まあツーアウトだし、まああとこのねあと2人でワンアウト取ればいいだけだから、次の回片岡から始まるよね。よっぽどいいから、はい、そうですね、わざと細川とか塁打たせてました。足のある選手1番です。しかもノーアウトでランナー出られたらなんかプレッシャーすごいですもんね。そうだからもうここは塁出した方がいいなって言ったら、まあだからボン出し上がってとかって思う時もあったんですけど、はい、たまにもフォアボールでもいいかなって時はフォアボール、うん、フォアボールになるような配球のリードしてました。ピッチャーには言わないんで、はい、そうなんですね。ちょっと難しい、でもそれをね、フォアボールでもいいんで振るんですよ、そしたら三振でもそういうぐらい思わせるような選手です、片岡は。1番で出したくないと、だから9番、塁出して、だから細川じゃなくても、9番にいる選手がいたら、9番、塁出させて、足止めして、刺したいような、それぐらいプレッシャーかかる選手です。なるほど、そんだけいい選手だったと、片岡選手。じゃあ栄えある1位ですね。はい、行きましょうか。誰だろう。まあでももうね、見てる方はね、もう1位この選手はもうここまで出たらね、誰だろう、ここまで出たらもう1位この人しかおらへんやろって、もう多分 99% の人がもう1位を当てれてると思うんですよ。今分かんない。そうでしょ。誰だろう。よし、分かんないから発表だ。はい、では栄えある第1位は、はい、じゃか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 じゃん、本田雄一選手です。ああ、そうか。もう本チャンス。ああ、そうなんですね。本ちゃん1位です。マジやばかったっす。やばかった。はい。本庄通算何個してんだよ。盗塁してるんです。342。ああすごい。60盗塁してますからね。はいはいはい。何年に取ってるんだ。2010年と11年か。10年59、11年60。60。あすごいですね。本ちゃんは牽制したらリードがでかくなるっていう。だから牽制したくなかったんだよね。はい。牽制するとリードなんででかくなるんですか。本人曰く聞いたのね。はい。本人曰く。牽制されたら、あ、もっとできるって思っちゃうらしい。その牽制だったら。ああ。だから牽制しない方がプレッシャーかかるらしいんですよ。だからしないからどこまで行っていいかが分かんないらしいんですよ。はい、でも牽制されると、うん、これぐらい出れるって分かるらしい。はい、で左ピッチャーの方がリードを大きく取れるらしいんですよ。はい、早いターンが入って。だから牽制してくれる方がありがたいって。へえ、うわ、なんか新しい考え方ですね、それ。牽制するとリードでよくなる。牽制すると、あ、もっといけるなーってなっちゃうわけですね。もちろんでかくならない時もあるよ。それ以上は無理なんだなとかっていう時もあるし、だから牽制するのが嫌だったんです。逆になんか計られてるような気がして。じゃあ牽制の際は出さないだけですか。出さなきたくないけどベンチから出るからうっとしいですよね。そっか、そここうやってやるじゃないですか。やらない牽制って胸に出て走られて本ちゃん打って点取られて抜いてたら最悪ですからね。そうですね。でまだクリーンナップ強力なのが続くから、はい、ソフトバンクとの対戦って本当大変ですね。でも逆に言うと、はい、このね本ちゃんもそうだ、ムネリンもそうだし、はい、片岡とか、うん、肘沢、まあ、他にもだから飛距離とか、はい、日本田中健介、うん、足の速い選手のおかげで、うん、僕も技術が向上できたんで、はい、まあありがたかったですよね。うん、だってもし足の速いそこまで速い人がいなかったら、うん、まあこれぐらいのアウトになるんだったらそれ以上望まないじゃないですか。だからもっと高みを目指さなきゃかなわない相手が出てきてくれたおかげで僕のスキルも上がったし、いろんな技術のアイデアも浮かんだんで、まあ苦しかったですけど、ありがたかったですね。そうですね。本当になんか高め合ってる感じでいいですね。そうですね。でも本当にこいつらやばかった。どうなんですか今の。まあ対戦はしてないと思いますよ、周東選手。いや早いですよね。プレッシャーかかるっすよね。だから今だったら周東とか、あとは西川とか金子とかは多分もし今現役だったらこれランクイン入るぐらいの S クラスに入って多分来るっすよね。そうですね。対戦してたらランキングじゃめちゃくちゃ上位下だったかもしれないですね。そうですね。だから対戦してないからねあれですけど、だからまあね。それだから剛とかでも、剛とお前盗塁を取りたいやろと、だから俺がガンガンライバルを盗塁でアウトにしてやるからお前もセカンドでタッチ真剣にやれって言って、でそうすることによって剛としても盗塁王になるために他の選手の盗塁を減らすことができる。で俺も盗塁阻止率が上がる、で、剛がバンバン盗塁することによって他のチームのキャッチャーの盗塁阻止率が下がる、これもうウィンウィンやから。うわそうだよ、超連携プレーですね。だからタッチもおろそかしないで真剣にやれと、俺も全員差しに行くと、でお前も頑張って盗塁しろと、その盗塁王にも取れるし俺もそれが成績上がると、でお互いのためにお互いで頑張り合おうって言ってたんですよ。うわいいチームワーク。ガンガン差しやるからお前はガンガン走って全員の通りに下げろっつって。はい、わあなるほど。いやでもちょっと話聞いて今度からリードの取り方ちょっとどういう意識でやってるのかなっていうところをちょっと見てみようと思いました。あとそいつの能力がね、どこまで出れるのかとか、牽制して牽制したおかげでリードがでかくなったとか、逆に牽制したおかげで小さくなるパターンもあるんですよ。危ない出過ぎやっていうのもあるんで、そういうのも見ていくとより多分楽しめるですよね。またちょっとね新しい見方が増えましたよ。そうですね。だから来年シュートがね今年プレビアでブレイクしましたけど、ポジションを取ったら盗塁王になりますけど、まあそういうのもね見ながらねキャッチャーの苦しい姿を見てください。